皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。皆さんは今回の夏のスチームセールはいかがだったでしょうか？私は今回は5つほど安く購入し大満足でした。それはさておき、今回の紹介したいゲームはこちら。フェルシール・アビターズ・マークです。ターン制タクティカル RPG。簡単に言うとファイナルファンタジータクティクスそのものです。こんなんでいいんだよおじさんの愛。こんなんでいいんだよと大絶賛のゲームです。PSP で FFT を貪りながらやっていた時期を思い出しました。そんな面白ゲームの値段ですが、3090円となっています。ダウンロードコンテンツが1320円で売られています。モンスターを仲間にできるようになり新しいミッションが追加されます。これは、買いです。本編買ってみて面白いなと思ったらぜひダウンロードコンテンツもやってみてください。では前置きはこの辺にして簡単にこのゲームを紹介していきたいと思います。2週間前ぐらいに撮影したやつですが、30時間ほどプレイ。だいたい40、50時間ぐらいで1周目はクリアできるかと思います。難易度を選択できますが、ビギナーがおすすめ。結構難易度が高くビギナーでも苦戦します。クリアすると強くてニューゲームができるので、その時難易度を変えてやってもいいかもしれません。ではこのゲームの世界観となるムービーをどうぞ。遠い昔、暗黒の時代。マウと呼ばれる異界の獣がテオラに現れ、破壊の限りを尽くした。この危機に対し、7人の偉大な英雄が立ち向かった。戦いは熾烈を極めたが、英雄たちは見事勝利し、獣は姿を消した。そして英雄たちは不死の力を得たという。イモータルは評議会を組織し、大地を治め、秩序を生み出した。混乱が二度と起きないように。しかし彼らの力は強大ながら、その数は少なかった。イモータルは大地を守るため、アービターの騎士団を立ち上げ、評議会の代理人として絶対的な権威を与えた。裁判官であり、陪審員であり、執行人であったが、時が経ち騎士団は目的を見失い、腐敗していった。テオラは古代の脅威に再び倒れてしまうのか。はい、ということで簡単にまとめると、7人の英雄がイモータルという組織を作ってこの世界をまとめようとしたけど、7人じゃ手が足りないからアービターという騎士団を立ち上げた。だけどアービターの騎士団もいろいろあって機能しなくなってきて、世界はまとまらなくなってきたよって感じで、このゲームの主人公はそのアービター騎士団の隊長カイリーとその仲間たちです。ストーリーはクソほど面白かったです。ネタバレしないように最初だけ紹介しますので、あとはご自身でやってみてくださいね。でトラブル発生と、一般市民を殺害する何者か。ということでチュートリアルです。このゲーム戦略がとても大事です。FFT やタクティクスオーガでも同じように、正面から打ち合うようもんなら簡単に死ねます。バフ、デバフの効果の確認はもちろん、戦闘距離や戦闘方向などにも気をつけなければなりません。簡単に言うと背後から攻撃する方が有利になります。属性有利もあります。水、火、雷、土、闇、光の6種類。それらを確認しながら戦いを進めていきます。クラスの特殊能力によっては段差が高い方が攻撃力が高くなる能力もあります。FFT は段差有利は全員に有効だった気がします。さて、アービターである主人公はこの世界の秩序のため、この金髪殺人鬼を捕まえます。各ユニットの特性はしっかり確認しましょう。移動範囲、垂直移動範囲、クリティカル率、水泳可能かどうか。それと属性の耐久度など味方の確認もそうですが、敵のも確認しておくと良いでしょう。簡単に説明しますが、これ系のゲームをやったことある人なら問題なく理解できると思います。一番上の表示が順番になっていて、次が誰の番なのか表示してあります。
このマップでは今の所何もないですが、宝箱だったり、罠、クラフト素材などがあったりします。マップ確認大事です。では実際に行動していきましょう。正面よりも横、横よりも背後から攻撃するといいです。クラスによっては遠距離攻撃できるもの、属性攻撃で範囲攻撃できるものもいます。とにかくクラスの多さにはびっくりしますよ。で、強制移動攻撃がこのゲーム強いです。この強打の一撃は相手を1マス押し込むことができます。押し込んだ先にユニットがいればそのユニットもダメージを受け、壁ならばさらに大ダメージを与えることができ、段差があり落ちるものならさらに大ダメージで、相手のユニットが水泳できないユニットで、押し込んだ先が水タイルなら即死させることができます。とにかく、そのキャラや特殊能力、技などをうまく利用して戦いましょう。さて戦闘に勝つとお金、素材、アビリティポイントがもらえます。レベルアップの経験値は敵を攻撃、味方を回復、敵を倒すなどで獲得できますが、アビリティポイントは戦闘に勝つと獲得できます。このアビリティポイントは FFT でいうジョブポイント。スキルを覚えるために必要なポイントです。さて金髪殺人鬼を捕まえました。そしてこの殺人鬼を裁判にかけるためアービター中央支部に行くことになりました。こちらワールドマップです。行き先を選んで移動するタイプ。青マスが町や村、ショップやギルドがある場所。赤い場所はまだ行ってない場所になります。2マス先のイラスターが現在の目的地。その前にギルドに立ち寄り傭兵を1名雇っておくといいです。現在5名の部隊となっています。戦闘に参加できる人数はだいたい6名。なので1人少ないのです。町や村にあるギルドでいつでも傭兵を雇うことができます。外見や、クラスなど選べて自分好みにできます。いろいろ試して遊んでみてください。だいたい、僕もそうなんですけど女性のキャラを作りがちですが、このゲーム男性だけにしかできないクラスがあります。なので男性も1名は育てておきましょう。とこんな感じのキャラを作成し、雇用したいと思います。ルキナちゃんです。さてこれで部隊は6名になり準備は整いました。先へ進みましょう。はい、盗賊さんのお出ましです。アービター騎士団ってまあいろいろ嫌われている感じですね。武力や権力で秩序を直す。それを嫌う人もまあ確かにいそうですわね。この盗賊さんたちは金髪殺人鬼を手放したら、お金がたくさんもらえる。その20をお前らにやるから釈放しろとのこと。まあそんなの嫌なんでぶっ倒しましょうで戦闘開始。でサクッと終わらせて先に進みましょう。ここにアービターの支部があります。この罪人を罰するためまずは牢獄に閉じ込めておきましょう。一番暗く、ジメジメした独房に決定。で裁判のために準備を進めようとするのですが、7人の英雄が作り上げたイモータルが会議を開くので隊長クラスは出席しろとのこと。こちら上にいる7人がかつてこの世界を滅ぼそうとした、異界の獣を倒し不死になった人たちです。この会議をまとめると、緑の英雄がイモータルを退任するらしく、その後任者を選びたいとのこと。で後任者は楽園者として巡礼をして選ばれる。で楽園者というのはどうやらこの7人が各自選んだ人みたい。なので、7人の英雄が各自選んだ楽園者7人が巡礼と呼ばれる試練を達成し後任者に選ばれるということ。そして厄介なのがこちら、その楽園者は巡礼中はあらゆる法律が適用外になるということ。さて、先ほど捕まえて牢獄に入れた金髪殺人者ですが、楽園者に選ばれたそうで。無罪放免になったわけだがどうもこの金髪、道中このことを予測していたかのような振る舞いだったんだよね。
要は前もって落胤者になることが決まっていて、この会議のこともイモータルの一人が退任になることもわかっていた。これはきな臭くなってきましたなぁ。イモータルも腐敗して何らかの取引があったと思われる。これは放ってはおけないということで、アービター隊長のカイリーは調査をするのであった。といった物語どうでしょうか？面白そうでしょう？めちゃくちゃ面白いんですけどね。ぜひやってみてくださいな。さてこのゲームすごく大事なのはレベル上げや、クラスマスター。パトロールって言って1回クリアしたマップでも何回でも戦闘を行えるシステムがあります。先へ進めなくなった時は戻ってパトロールを繰り返しレベル上げを行いましょう。レベル上げするときに便利なのが行動を AI に任せることができます。結構しっかりした AI なので勝てそうな相手だったら全部 AI に任せてもいいと思います。スタートをして、プレイヤーユニット AI を選び、そのユニットをどう動かすかを選んでください。敵に攻撃優先なのか、バフや回復優先なのか。全部 AI に任せれば勝手にやってくれます。漫画見ながらアニメやテレビを見ながら、ポチッと押すだけでレベルが上げられるのでとても便利です。ではその模様を3倍速でご覧ください。はい、終わりました。 AI に任せて5、6分で倒せるので何回も繰り返ししてアビリティポイントを稼ぎましょう。クラスは結構多く、これでもまだ全部出てないかもしれません。星がついてあるクラスはマスターし全てのスキルを獲得できている状態。クラスマスターするとマスターボーナスを獲得できます。各クラスによるパラメーターアップなので、基本的にはマスターしたら次のクラスを選ぶといいでしょう。アビリティポイントを稼ぎスキルを獲得していきます。そのクラスの全てのスキルを獲得できればマスターになります。アビリティの設定は現在のクラス以外にカスタムでき、技一つ、パッシブ2つ、カウンター1つ選べます。クラスも多ければパッシブやカウンターの種類も多いのでかなり悩むと思います。このクラスにはこのカウンターがいいかな、このクラスにこのクラスの技が合うなとかありますので、いろいろ試してみてください。これ選んでるだけでも結構楽しいです。ストーリー進めると仲間にできるこのモンスター、敵モンスターの技をラーニングすることができます。敵モンスターを倒しモンスターの素材を一定集めると、そのモンスターのクラスに変更できるようになります。そのモンスターの数も多く、ダウンロードコンテンツを購入するとモンスターを仲間にできるので、さらに面白くなりますよ。とにかく絶対おすすめしたい作品ですので、ぜひ遊んでみてください。 FFT が好きなら絶対ハマると思います。やったことがないっていう方でも、ぜひ遊んでみてください。ハマること間違いなしですぞ。さて今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。おすすめしたい作品あればぜひ教えてください。コメントなどいただけると嬉しいです。